一人ぼっちの僕が仲間と出会い、自転車と出会い、今ここにいる。秋葉には小学校4年生の時から毎週欠かさず自転車で通ってますから。本当に自転車で？ママチャリでか。往復90キロあるぞ。アニメ好きの高校生小野田坂道が出会った自転車競技部。総北高校言うたらインターハイ常連の超強豪校や。試してみたいと思ったんだ。よろしくな。お待たせ。これが君のロードレーサーだよ。誰かと走るって楽しい。あいつ天性のクライマーかもな。ロードレースはチームスポーツだ。お前が辛くなったら俺たちがいる。俺たちが辛そうになったらお前が全力で助けろ。先頭で坂を駆け上がる。それが僕がもらった役割。俺にはみんながついてる。あの頃の俺じゃない。追いつきたい。その思いが彼をあれだけ走らせているんだと思います。お前はチームのために死ぬって決めたんや。小野田はそういうのきっちり守る男なんだわ。なんでお前は走ってる？行くぞ坂道。約束したんです。ゴールまで届けるって。弱虫ペダル。